どうもカオルですはいどうもとしやですよろしくお願いしますしんやですよろしくお願いしますダイですよろしくお願いしますタイトルの残響の血脈も監督が考えられたということなんですがどんな意味が込められているのか教えてくださいえっと、今回のセットリストがあのウロボロスとウィザリングトゥデスからのアルバムが、えー、メインだったのでその楽曲たちを、えー、一つの言葉にできないかなと思って で残響がしし昔から今までこう鳴り響いてる過去の作品がいまだにこう鳴り響いているりことはあの <laughs>、まあ、あの皆さんがねちゃんとこう聞,聞き続けてきてくれるからっていうそういった意味でその作品とあの <laughs> えあの <laughs>。 えと作品とその皆さんの,その関係性をあのこう絆とかという言葉ではなくてもっと生々しい命を感じるもので、えー、血脈という言葉をにしましまたなのでヨーロッパツアーがどうだっていうのももちろんそうなんですけれどもなんかこうディル・アン・グレイと、えー、皆さんと楽曲のなんか関係性をあのこのタイトルで表現したか,したしたかったというのが、まあ、意図ですね。 はい。はい、京さんこのタイトルを聞いてどんなふうにお感じになりましたか？いやこれ僕が考えたと思ってたんですよ。えそうなんですか？<laughs> 全然あのはいはいはい僕が考えええ、知らん間に考えてたかなと思ったら関東が考えてたっぽくてなんかはい僕僕っぽくないですかなんか僕考えそうじゃないですか？そうっすね。いやもう何パック寄せたでしょ。<laughs> せ寄せせたでしょディル。 ディルっぽいなみたいな、まあ、そうっすね。てっきり知らん間に俺が本当に考えてたとか。<laughs> あ、俺こんなタイトルつけてたんやと思って。いやあのなんかこう80年代とかね、90年代とかのこう薬剤画とか。え、古いって言ってんですか。いやいや,いやその違います。<laughs> 治安悪いって言ってんですか<え>治安が悪いって言ってんですか。<laughs> そういうなんかオールドっていうか。オールド？オールドな, <laughs> なんか僕が僕らが好きな。 こう映画とかでも僕ああこっちが一緒の好きか分かんないじゃないですかそんなあのあのそうっすね <laughs> <laughs> でもなんかちょっとディル・アングレイらしさっていうのはで出たらいいなっていうのはまああの雨乞いできる雨乞いじゃないなんかあん雨をしのぐ場所もなかったんで、はい、探してる間に少しずつやんできたんで,で撮ってたっていうでまあ降ったりやんだりの感じのだから 前半傘持って、土屋さんは、<laughs> はい。あの皆さんはこれからご覧になるので、その映像が出てくるかどうか、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。京 <laughs> さんはいかがですか？<laughs> 今回のヨーロッパツアーで印象に残っていることは、あ、焼き鳥がくっくそまずかったですね。<laughs> 焼き鳥召し上がったんですか？はい。はい。美味しくなかった。うん。 焦げてたんで。ありがとうございます。<laughs> ちなみに今召し上がっているのは。いや、わかんないです。の楽屋にあったんで食べてますけど。お団子ですかね。みたらし団子。みたらし団子。団子とみたらし団子、全然違います、ね。<laughs> あ、失礼いたしました。はい。はい、<laughs> まあ、真面目な話し,しちゃっていいですか、これ。え、もう、できればお願いします。<laughs> <laughs> まあ、ミックスはね、結構ちゃんとこう、あのー。 5.1でったりなんかこういろいろやったんですけどその会場でマイクをねまあそのオーディエンス側にもっと後ろにもいっぱい立ててればもっとこう本当に後ろにいるような感じとかまあできたんですけどなかなかまあ会場的にそこまでできなくてまあちょっとこうそのオーディエンス側はちょっと簡易的なところがあるんですけどまあステージからのやつはあのしっかり作り込んでるんでまあ あのいい音になってるかなと思います。